このもうちょっと楽しませてほしいわね。やあ、えい、気づいてないわね。こっちから行くわよ。楽しませてほしいわね。やったね、レベルアップ。また育ったわね。なぜだ？私と一緒に寝るのが嫌になったのか？
一緒に寝たことなんてないじゃないですか。では、昨日寝てる間にいたずらしたのを怒ってるのか？何ですか、いたずらって。一体何したんですか。それは秘密だ。冗談は置いとくとして、理由を聞こうか。どこまでが冗談なんだろう。大した理由じゃないですけど、お父さんとお母さんに事情を説明しておこうかなって。ああ、そういうことか。別に構わんぞ。ありがとうございます。明日の朝には帰ってきますから。もし寂しくなったら、朝と言わず夜中に帰ってきてもいいんだぞ。ベッドの半分を開けて待っててやるからな。開けてなくていいです。ただいま。あら、ルルナ、お帰りなさい。どうしたんだ？急に帰ってくるなんて珍しい。うん、ちょっと話したいことがあって。あらあら、大変そうね。お母さんが言うと全然大変に聞こえないよ。まあ心配はいらないだろう。なんせお前には私たちの命を救ってくれた素晴らしい先生がついているんだしな。師匠のせいで余計大変なんだけどね。それでね、しばらく忙しくなるから、これまでみたいにちょくちょく帰ってこれなくなると思うんだけど。まあそれはちょうどいいわね。ちょうどいい？いや、実はな、母さんと二人でしばらく旅行でも行こうかって話をしていたところなんだ。そうなの。二人っきりで若い頃の思い出の地を巡ろうかって。二人っきりで？私は？だって、ルルナは忙しいんでしょ？それはそうだけど、どれくらいで帰ってくるの？そうだな、1ヶ月か2ヶ月か、まあその辺は適当に。そんな長い間？ずるいよ、二人だけでそんな。そんな顔しないで、ちゃんとお土産買ってきてあげるからね。お前の分もしっかり楽しんでくるからな。納得いかない。それではロロナのことよろしくお願いします。ああ、言われなくとも今まで以上に可愛がってやる。心配はいらん。助かります。ああ、ロロナは本当に幸せ者ね。こんな立派なお師匠様の下で働けて。うん、ご両親は人を見る目があるな。しかしあまり気を使う必要はないぞ。わざわざ旅行になど出かけなくても。あの子は甘えん坊ですから、こういう時はそばにいない方がいいんですよ。それにまあ二人だけで旅行したかったってのは本当ですし、特別に気を使ったってことでもないですよ。そうか、では道中気をつけてな。
ええ、それじゃ行ってきます。あの親にしてあの子ありか。まったく、ロロナは周りの人間に恵まれすぎだな。